中国テキサス州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は6万7138人である。ここの軍庁所在地は、シントンである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1831平方キロメートルである。このうち1791平方キロメートルが、陸地で40平方キロメートルが、水地域である。 総面積の2.18%は水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口67,138人、22,093世帯、及び17,232家族が暮らしている。人口密度は37平方キロメートルである。14 平方キロメートルの平均的な密度に24,864件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人76.76% 76、アフリカン・アメリカン2.81%、先住民0.70%、アジア0.63%、太平洋諸島系0.11%、その他の人種15.94%、及び、 本決3.05%である。ここの人口の49.42%はヒスパニックまたはラテン系である。2000年国勢調査に基づくサンパトリシオ軍の人口ピラミッドこの軍内の住民は31.10%が18歳未満の未成年18歳以上24歳以下が 10.00%25 歳。 以上44歳以下が28.20%、45歳以上64歳以下が20.20% 20、および65歳以上が10.50%に、渡っている。中央値年齢は65歳である。女性100人ごとに対して男性は100.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.30人で、ある。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は34,836ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は42ベイドルである。男性は31,132ベイドルに対して、女性は2 7七3 0ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,425ベイドルである。人口の18.00%及び、 家族の14.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の23.50%よび65歳以上の16.80%は貧困線以下の生活を送っている。1927年に建てられたサンパトリシオ群庁舎。これは庁舎として8つ目の建物である。ありがとうございます。